お疲れさん。こっちも今終わったとこだ。一通りチェックはしたけど、ちゃんと修理できてるかどうか。そんなの簡単さ。イルミネーションのスイッチはそこにある。自分の労働の成果を試してみるといい。いいの？じゃあやってみる。計画はどうだ？全て順調です、フレイヤ様。ご安心ください。協力を拒んだ場合は言わなくてもわかるだろう。存じております。お前は戻って準備を。尾行者がいるようだから私が相手をする。隠れてないで出てこい。別にあなたは嫌いじゃない。でも質問するときは礼儀をわきまえなさい。ようやく目覚めたのですね。何者かに襲われたようです。ジークも現場にいましたか？ジークには会えなかった。あの女、私が後をつけてるのに気づいてたのね。あいつら何か企んでるみたいだった。でもはっきり聞き取れなくて。検知、体の状態が良くありません。ベンジスふ頭に戻って休養されることをお勧めします。どこ行ってたの？お祭りもうすぐ終わっちゃうよ。せっかくのイベントだったのに。さっきジークを見かけたの。あなたが探してる人だよね。それで会えたの？それが
見失ってしまって。そっか、それは残念。でもその人がここにいるってことが分かっただけでもよかったじゃない。でももうそんなに悲観的になることないって。きっとうまくいくよ。今日はもう休むといいよ。明日テオのいるベンジス本部に連れて行ってあげる。はあ、そうね。私もちょっと休まないと。ついてきて、町のホテルに連れてってあげる。いらっしゃいませ。お客さん、お泊まりかい？客室は残り一部屋。お祭りのサービス価格だよ。おはよう。昨日はよく眠れた？おはよう。昨日はよく眠れた？じゃあ今から弁実本部に案内するね。行こう。ベンジス重工の本部って入っていいの？もちろん。生活エリアは賑やかよ。この中に住んでる従業員の家族も多いわ。生産エリアは謎が多いの。今回見れるかわからないけど。ここで何かあったの？わからないけど、何かトラブルに巻き込まれたみたいね。ベンジスの防衛システムは滅多に作動しないのに。ラベンジャーか、大きな変異獣が襲ってきたのかも。でもそれならカレイドおじさんがみんなに避難を呼びかけるはずなのに。どうする？このままテオに会いに行く？うん、ついてきて。中に通じる秘密の通路を知ってるの。ここで戦闘が起こったみたいね。侵入者は何者かしら？アイダの子よ。町の外で見たわ。見て、誰か捕まってる。あなたに隠れ、私が何とかするわ。やっ、さあ、やっ、えい、やっ、えい、やっ、さあ、助けてくれてありがとう。昨日お祭りの最中にあいつらに襲われて、一晩中ここに閉じ込められてたんだ。衛兵たちは他にも捕まった人はいる？わからない。襲撃があまりに急だったから何がなんだかさっぱり。あなたは今すぐここを出て港に情報を伝えて、私は他に生存者がいないか探してみる。くれぐれも気をつけて。侵入者は他にももっといるはずだから。you
助けに来てくれたのか。ありがたや、ありがたや。あなた方は誰なんです？カレイド社長は？わしはここの社員じゃよ。社長はどこへ行かれたのやら。衛兵たちはなぜ港に警報が出てないんですか？アイダの子がヤーンに紛れて襲ってきたせいで、わしらはなすすべもなかった。しかも衛兵の中に大勢のスパイがおった。あいつらは皆アイダの子の仲間じゃ。ベンジスの本部ビルは完全に占拠されたんですか？お祭りが終わった後、戦闘の音が途絶えた。おそらくは。何の音？まずい。敵の大部隊があなたに気づいたようじゃ。大丈夫、私が相手になるわ。相手は一人か。肩慣らしにはもってこいだ。行け、刹那。行くな、わしらを守ってくれ。さあ、はい、やっ、ういっ、さあ、やっ。なんとかできそうだし、私が行くわ。刹那では歯が立たんだと。ジェリナ、行け。はい、さあ、はい、はい、はい、こいつ、はい、やりやがる。こうなったら二人がかりだ。さあ、や、無敵兄弟もこれまでか。はい、や、はい、大丈夫？テオは見つかった？テオとカレイド社長はベンジス重工の本部に監禁された可能性が高い。今から調べに行こうと思うの。私も一緒に行く。ダメよ、危険すぎる。あなたは町に戻ってみんなに状況を伝えるべきよ。私たちだけでは大量の侵入者に対抗しきれないわ。わかった、くれぐれも気をつけてね。このテーブルは年代物だな。うわ、ボロボロだ。お前たちは地下室を頼む。止まれ！動くな！君は何者だ？初めて見る顔だな。どうやら君も今日は星の巡りが悪いようだね。俺は柔道、カレイド社長のアシスタントをしている。社長とテオの監禁場所は分かりますか？いや、アイダの子に占領された後、俺たちはバラバラに閉じ込められた。お二人がどの部屋に監禁されているかははっきりしない。それは困りましたね。そんなことより今は何とかして逃げ出す方が先だ。何かいい手があるんですか？この部屋の電気ケーブルのメンテナンスは俺の担当だ。あのドアをこじ開けることならできる。だが厄介なのは外にいる衛兵だ。ドアを開けてくれたら衛兵は私が片付けます。よし、あそこに2本のケーブルがあるだろう。あれをつなげてくれたら俺が制御台を操作してドアを開ける。早く何とかしてくれ。
そのまま飛び出そうって言うんじゃないだろうな。外には大勢衛兵がいるんだぞ。他にいい方法があります。こいつの服に着替えたらどうだ。先のことは衛兵に化けて状況を探ってから考えても遅くはない。そうですね。それならあなたは一旦ここに残る。誰か逃げ出したと知れたら大騒ぎになるだろうからな。この服なら見破られないわね。何度も言ってるように、俺から何か聞き出そうとしても無駄だ。あなたはベンジスの衛兵ですか。はあ？そんなこともわからない奴をよこすとは、アイダの子も落ちぶれたもんだな。まあ落ち着いて。私はアイダの子じゃありません。あなたたちを助けに来たんです。協力してください。何？アイダの子じゃないだと？そんな話信用できるか。私はテオ坊ちゃんに呼ばれてきたんです。信じないのは勝手ですけど、あなたたちを助けられるのは私だけですよ。いいだろう。俺は衛兵隊長のリオンだ。それで俺に何をしろと？カレイド社長とテオ坊ちゃんの居場所を知りたいんですが、手がかりはありませんか？テオ坊ちゃんは2階だ。俺が知ってるのはそれだけだ。どの部屋かもはっきりしない。2階の入り口には警報システムがありますよね。切る方法は分かりますか？隣の監視室に警報システムのスイッチがある。運がいいことに予備の入隊室カードは見つからずに済んだ。これを持っていけ。それと衛兵は騙せるかもしれないが、奴らが改造した変異犬には気をつけろ。あいつらの嗅覚を舐めると痛い目に遭う。2階の階段を上がった正面に医務室がある。そこで麻酔薬を手に入れてクソ犬どもを眠らせるといい。俺をがっかりさせるなよ。社長とテオ坊ちゃんを頼む。作動していない。上まで行けるわ。通路の突き当たりから音がするわ。調べてみよう。まずいわ。この犬たち何かを嗅ぎ取ったのかしら。2階の左の部屋に麻酔薬があるって言ってたわね。何の用だ。
まだ飯の時間じゃねえぞ。ボスの犬がお腹を空かせてるんです。何か食べるものはありませんか？さっきやったとこだろ。もう腹が減ったってか。まったく。そこに昨日の残りの肉がある。一つ持ってってやれ。もう新鮮とは言えんが、まったく揃いも揃って食い意地が張ってやがる。ほら、犬に食わせてやれ。紛れ込んだネズミは捕らえました。仲間はいないようです。うん。カレイドの尋問はどうなっている？アストロナシーの位置を吐きました。それとテオの解放を求めています。すぐに情報を皆に伝えろ。カレイドの情報をもとにアストロナシーを探すんだ。物を手に入れるまで絶対にテオを解放してはならん。あ、かしこま、うん、外に誰かいるのか。えへ、こっちだ、隠れて。テオ、どうしてここに？君たちを助けに来た。父さんは地下室に。外には衛兵が。下の階でリオンという衛兵に。リオンさん、しっかりついてきて。うん、僕の父さんが助かれば。トロナジ、この件は長い目で。テオは、テオを見なかったか？テオは2階の部屋に監禁されてます。何としてもテオを助けたい。はい、デイ、タン、ヤッ。まずい、警報を鳴らされた。いや、息子を探し出さねば。包囲網を突破して港で助けを求めるんだ。やっ、はい、
ええ、君はまた厄介ごとに首を突っ込んでるらしいね。フランツさん、どうしてここに？フランツさんは私が呼んだの。あなたたち知り合い？ああ、そうさ。それで、中の様子は？カレイド社長とテオを見つけたけど、救出できなかったわ。それにアストロナジーも。カレイドがアストロナジーをアイダの子に渡しただろ。どうしてそれを？他にもいろいろ知ってるよ。アイダの子は港にもスパイを送り込んでいた。だがそいつは衛兵が駆けつける前に逃走したんだ。そういえば前に港の下の小部屋でこそこそ話をしている怪しい人影を見かけた。あれがそのスパイってこと？俺はここに残って衛星部隊と一緒にアイダの子の残党を片付ける。君とミアは今すぐ調査を始めてくれ。